ックボクサー志郎、ムエタイ3番勝負。今回は志郎選手が行ってきた過去のムエタイの試合の中から、志郎選手自身がセレクトした戦いの知られざるインサイドストーリーを解説してもらおうと思います。志郎選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はライズで行われているブルンキット戦を選ばれたみたいですけど、はい、この理由っていうのは、まあ、そうですね、本当に現役のチャンピオンと戦うことができましたし、はい、まあ、自分普段は55キロですけど、まあ、この58キロのワールドトーナメントの時だけ58キロでやってたんですけど、はい、だからそういうのは結構やっぱいろいろ自分の中で挑戦っていう意味があったので、だからセレクトしましたね。体重においても対戦相手においてもルールにおいても全てが挑戦だったの。そうですね、はい、わかりました。それでは実際に分岐と戦を見ながら志郎選手と一緒に振り返ってみてみましょう。それではただいまより本日のセミファイナルマッチ、ライズワールドシリーズ2019。志郎選手、これ舞台は大阪ですよね。はい、はい、これ大阪ってのは初めて。大阪は初めてですね。どうですか、大阪での試合っていうのは。いや、なんか雰囲気も良かったですし、まあ、人もすごい多かったので、はい、まあ、いや、これ映像にも映ってますけど、本当にお客さん入ってますよね。やっぱり超満員の中でやるってやっぱ気持ちいいもんですか。まあ気持ちいいですね、本当に。で、声援も結構なもんですよね。そうですね、本当に、はい。これやっぱり準決勝じゃないですか、はい、これやっぱりその前の開幕戦でウクライナの選手を破ってるっていうのはやっぱりその期待値が大きかったんですかね。でもどうなんですかね、やっぱりみんなはやっぱルンキットが勝つのを予想したと思うんですよね、はい、まあ、それがやっぱりルンキットっていうのはやっぱちょっと前にロッタに勝ったりしてたので、はい、うん、志郎選手にとってルンキットってのはやっぱり肩書きとして当時やっぱりラジャダムナンスタジアムの現役チャンピオンだったって部分が一番大きかったですか。大きかったですし、まあ、戦おうと思ってなかったですね、まあ、階級自体は違いますし、うんうん、でまさかのまさかでこのマッチメイクが実現したわけじゃないですか。そうですね、でも、まあ、でもライズルールだから、まあ、自分の中ではもしかしたら、うん、勝てる可能性あるんじゃないかなと思ってましたよね。そのやっぱりムエタイルールで戦うのとライズルールで戦うっていうのはやっぱ同じ対人を相手にしてもやっぱりそこの部分では大きな違いがある。違いがありますよ、自分の場合その対人のその強いところも知ってる分、うん、その多分苦手なところも知ってるっていうのは、はい、そういう点において自分にとっては結構有利な点が多いので、はい、うん、やっぱそれはずっとムエタイで戦ってきたからこそ分かるその弱点ですか。そうですね、はい、全部明かす必要はないと思うんですけど、例えばルンキットってどんな弱点があるんですか。ルンキットの場合、そうですね、だからこうやって1ラウンド目来たのは自分その予想外だったんですよね。おこうやって逆に見てくるだろうと。そうですね、うん、ずっと距離を外して、はい、その、まあ、ミドルをひたすら合わせてくるのかなと思うんですけど、はい、1ラウンドこうやって来たんで、うん、自分の中で予想外でしたし、でもその分多分スタミナ配分が多分できないんじゃないかなって、はい、だ結構だから、うん、そこまで飛ばしてくるから。そうですね、ルンキ的に多分結構自分が舐めてたんじゃないかなって思う。ああ。でもタイ人に言われたんですよ、タイとかでも自分55でやってるじゃないですか、はい、何そのルンキとはその59とかやってるのにルンキと下げてきてて58に、うん、自分は上げてるわけじゃないですか、うん、それだと多分普通だったら多分でルンキの方が全然有利だと思います。そうですね、格的にも、はい、はい、そこでアップセットを起こすどんでん返しを起こすとやっぱ痛快ですよね。まあ、自分でそうですね、まあ、気持ちよかったなって思いますし、うん、だから減量法とかも結構そうですね、まあ、ニックさんとかもいろいろ話し合って、はい、トレーナーの、そうですね、はい、だから例えば55の時の減量で例えばやるんだったら多分相手の蹴りとかパンチに多分耐えきれないってその体重が少ない分、はい、だったらその、まあ、ある程度水抜きとか減量もした方がいいんじゃないかなってことで今回、今回水抜きとかもされたんですか。は一応2、3キロなんですけども、はい、でもすぐ落ちるぐらいの感じでやって、うん、動き自体は実際どうだったんですか。55の時と比べて動きはそんな悪くないなと思いましたよね。うん、逆によ55より良かった部分っていうのは58の方がやっぱスピードに関しては55の方が多分速いじゃないですか、その相手に関してもそうですし、はい、そうですね、うん、その点はやっぱり良かったなと思いますし、まあでも、だからどうなんですかね、でも、まだ
減量とか軽量においてはやっぱり58にとって結構ストレスはありましたよね。不安はすごいあって、やっぱり58でやるってなった時も、大丈夫かな、まあ、本当勝てるのかなっていうのはありますね。階級が結構上がっちゃうわけで、3キロも上がるわけですから、はい。まあ、その中でね、もう1ラウンドも今もうすぐ終わりますけども、やっぱり互角以上展開を繰り広げてるわけですからね。で、実際にこう対峙してこうパンチとキックをやり合ったルンキーというのはどうだったんですか？想像と同じだったんですか？それもちょっと違ったんですか？いや、KD に関しては別にそこまで痛くないなっていうのを思いましたね。痛くない、はい。やっぱりあれですけど、やっぱり上手さが際立ってる選手なんですか？上手さがあったと思いますね。でもその前に行ってプレッシャーをかければうまさは消えるんじゃないかなと思ってたんですよね、うん、だから首相撲できないわけじゃないですか、そのライゼルだから、はい、ですね。だからその自分に得意な部分をどういかに持っていくかが勝負かなと思ったんで、うん、それを2ラウンドにかけてみたって感じですかね。そうですね。だから本当そのバカエペッツの時は切りをカットしたりを重点的に置いてたんですけど、はい、例えばライゼルの場合とカットしただけだったら意味はないじゃないですか、うん、だったら攻撃に転じないと。だからその蹴りに対して逆に蹴り合わせでパンチの距離に行かなきゃいけないってことで、うんうん、その辺のはやっぱりあれですね、ルールの違いっていうのがありますね。ありますし、やっぱり今回の勝ちはやっぱり自分の作戦勝ちかなと思ったんですよね、うん、その作戦はやっぱり綿密に立ててたんですか？ラウンドごとにはすごい結構もう本当に立ててましたね、うん、例えばこの2ラウンドはどんな風に立ててたんですか？だからどうだからプレッシャーをどうかけていくかとか、はい、うん、だからもうそのミドルに対してでどう対処するとか、はい、うん、本当にいろいろなパターンも考えてましたし、うん、もう以前もあの白井選手サウスポーは得意って言ってましたけど、はい、ルンキットのサウスポーはどうだったんですか？はだからその首相撲がない分その良かったですよね、逆に、うん、そのライズルールにおいてやっぱり自分の方が有利なんじゃないかなと思ってましたね。はい、でこれあのね、喋ったり各立場の人間から言うとライズルールって何がしんどいってやっぱりクリンチがないからやっぱりごまかしが効かないんじゃないかと思っちゃうんですけど。ああそうですよね。でもうん、だから逆にルンキッド逆にそのごまかしでのクリンチっていうのができない分だけ、まあ、今はもうイエローカードもらってましたけども、だん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 と辛くなっていったのかなって気がするんで、その辺戦っていていかがでしょう？だからそのクリンチするってことはその休めるわけじゃないですか、はい、その息を整えることで、それができない分って結構本当にすごい疲れるんですよね、うん、だからその打ち合わなきゃでもいいですし、はい、打ち合いたくなかったらその蹴りを増やさなきゃでもいいじゃないですか、うんうん、やっぱあれですか、体の作りとか筋肉のつき方ってちょっと変わってきました？大体やってた時と比べてライズに参戦してからは。は変わったと思いますね。だからその分フィジカル増やしたり、はい、うん、だからボクシングジム行く回数増やしたりして、はい、だからその分そのムエタイの練習っていうのは少なくなりましたよね。その首相撲 に割り当てる時間で少なくして、まあ、いかにライズルールで勝つ練習するかっていうのはやっぱり重点的にやってますね。それだけ心身ともにライズにフィットさせた上で臨んだ一戦だったわけですよ。臨んだ一戦ですし、やっぱりいやこの時もやっぱり試合2ヶ月ぐらい前に1回サウスポークラス、そのタイのチャンピオンサウスポークラス 2,3 人と練習もしに行ったので、はい、いやそれぐらい本当に今回もうサウスポー対策がバッチリだったので、うん、やっぱタイに行った成果ってのも十分出ました？ああ出たと思いますね。この辺ではどうなんですか、ルーキーってやっぱアスリートがなんか苛立ちみたいなの感じました？いやでも2ラウンドから結構下がってきたので、うん、で例えば日本のジャッジとかライズのジャッジからしたら下がるのってマイナスじゃないですか。マイナスになりますね、うん、下がりすぎたらそれだけで本当にロストポイントになる気がします。そうですね、うん、でもその分ミドル蹴ってるし、うん、だから自分がどういかにこれでその優勢なところを見せなきゃいけないかなっていうのは結構思いましたよね、うん、だパンチを当てつつ、はい、パンチ当てたら当てたで相手組みついてくるじゃないですか、はい、うん、だから結構難しい試合でもありまして、うん、やっぱりこういう重要な一戦だったらこのインターバルの時のこのアドバイスやなんかを聞くのも重要なファクターになってきました、要素になってきました。まあ、そうですね、本当セコンドの試合って結構重要なので、その、はい、その外の映像を見てるわけじゃないですか、自分の場合リングの中からだけど、セコンドからその第三者の目で見えてるからっていうのはすごい自分の中で重要だと思いますね。
この時は実際3ラウンドも今試合始まりましたけど、2ラウンド終わった時点ではどっちが勝ってるかなって予想はありました、ね、もし1ラウンド取られてたら、うん、自分取られて負けてんじゃないかなと思いましたね。あ、だったらもう3ラウンドで絶対ポイント取らなきゃいけない、取らなきゃダメじゃないましたね、うん、より攻撃的になった感じですかね。だからプレッシャーをかけなきゃいけないって思いましたね、うん、ですかなりルーキーと守りに転じてるなって意識ありました。まあ、だから組みつくのは本当多くなりましたよね、うんうん、それは疲れっていうふうに思いました、焦りっていうふうに思いました。いや、疲れてるっていうのはありますし、うん、やっぱり完璧にライズルールに対応してないんじゃないかなっていうのはありましたよね。なるほど。この辺りも3ラウンドね、どうですか、ルーキッドに息遣いっていうのは。まあ、結構だからボディーが結構効いてきてるな。だからその組んだ時にもボディー打ったりしてるんですけど、はい、やっぱりそういう点でやっぱりボディーはすごい嫌ってるなっていうのは、その3ラウンドですごい分かったので、これはチャンスだと、ここ狙うしかないなって。うん、でやっぱりあれですか、この時点でやっぱりポイントを取るだけじゃなく倒すことも念頭に戦ってた。自分試合の時は別に倒すことはそこまで考えてないですね。まあ、で攻撃、攻撃当てることを最優先に考えてるんで、うん、まずはクリーンヒットってことですね。そうですね、はい。どん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 前に出る展開が多くなってきてますよね。このあたりやっぱりルンキットのミドルキックもやっぱり威力は半減してました。まあ、だから下がりながら打ってるので、まあ、パワーも乗ってきてないなと思いますし、はい、まあ、だからタイミングはすごく良かったんですけど、うん、その辺はジャッジはしっかり見てたって感じですかね。これ残り時間1分を切った時点であたりのこの時のあれですか、気持ち的にはどうだったんですか。じゃあ自分も行くしかないなって、もう、うん、まあ、勝つんだったらもうこれで前に行きながらどう、前に行くだけじゃダメじゃないですか、はい、どう攻撃が出るかって、多分これで結構ボディ嫌がったみたいな分かったんですよね。うん、食らって結構食らった状況に下がり始めたので、はい、結構お腹をすぼめたような状況になってますよね。そうですね、うん、その態度に現れると本当に効いてたんでしょうね。この時点では白選手スタミナ全然こうあれですか、上がってない感じですか。いや、でもスタミナ的に本当に結構疲れてはしましたね。その、うん、その前に行きながら手数も出さなきゃいけないので、はい、ただこうやって見てるとちょっと無責任な言い方かもしれないですけど、アドレナリンがもう全開状態ですねこれ両手上げてますけども、これ本心的にどうだって、このラウンドは取ったって感じだったんですか。このラウンドは取ったなと思いましたね。勝ったと思いました本戦、それとも延長もあるなと思いました。延長あるなってもうセコンドから言われたので、はい、で気持ちは切れなかった。気持ちは切れなかったですね、うん、まあ、いいところだけをあの今ねスローでやってますけども、もう全体を通してみても3ラウンド本当に取ったラウンドでしたよね。そうですね、まあ、自分の方が、うん、まあ、ヒット数も多かったので、はい、これやっぱりジャッジのスコアを待つ瞬間ってやっぱり心臓によくはないですよね。もう分かんないから結構怖いですよね。こういう時って相手の態度とかあれもなんとなく分かります、横にいても。いや、多分相手は勝ったと思ったんじゃないですか。だからそのなんかセコンドに挨拶しに来てる人だし、はい、相手からしたら多分クソに勝ったと思った。そこもやっぱり勝負の分かれ目だったんですかね、うん、これやっぱり気持ちを切り替えるとか気持ちをこれ持続した状況でエクストラランドに臨めた感じはありました。まあ、そうですね、自分の場合3ラウンドって時点でもう延長あるだろうって思ってたので、はい、うん、まあ、気持ちの面で結構そこは結構左右されるので、うんうん、これ今ガンソンさんもトレーナーのかなり葉っぱをかけてますけど、どんな言葉をかけてたんですか。でも自分はそのガンさん俺はあったんですけど、その試合前にそのリング上上がったじゃないですか、うん、その時に、
なんかルンキット、いや体すごいでかいな、その体格差結構あるじゃんって言われて、はい、俺それショックだったんですよ。なんで俺ここでプレッシャーかけられなきゃいけないの。だから俺一応その、ニクサとかに、いやあれでかくないですよねって言って、ニクサは分かってくるから、はい、うん、全然変わんないよって言ってくれて、はい、そこでニクサのフォローがなかったらちょっと精神的にやばかったかもしれない。ちょっと精神的に辛かったですよ。そこ正直に言うんだと思って。ちょっとそれはトレーナーとして辛すぎますよ、感想が。ね、試合終わったらリクレ行ってもいいけどね。そうですね。でもやっぱりあれですか、体大きいなっていうふうには思いました、戦ってて。いやでもそこまで、まあ、1回じゃないともこっち身長大きかったですし、はい、まあ、あの選手は背高かったもんね。そうですね、だから本当、まあ、練習相手も階級の選手だったんで、はい、自分的にそこまで考えなかったですね。うん、これエクストララウンドになったらやっぱりあれですか、戦略は少しは変えたんですか、マイナーチェンジはして臨まれたんですか。いやだから相手が前に来るか下がるかって結構変わったなって思いますよね。で前に来てくれたらその分距離近くなるじゃないですか、はい、実際、ま、ね、少しずつでも前に出る展開が多くなったじゃないですか、はい、とか、これはやっぱり白野選手にとっては良かった。良かったと思いますね。うん、今ハーフタイム過ぎましたけども、この時点ではどんなことを考えながら戦ってましたか。はもうここ出し切るしかないなって、もう。そこに気持ちの迷いはなかった。は迷いはなかったですね。もう練習とかもそうですけど、まあ本当に合宿もやって、もう本当に全部やることやりましたし、はい、私はもう合宿取材させてもらいましたけど、本当に坂道とか辛そうです。思い出すのも嫌な感じですか。まあ、本当つらかったですけど、まあ、本当にだから、まあ、本当結果として勝ったんで、本当あの合宿も本当に良かったと思いますし、本当自分にとって無駄なことはなかったんだっていうのは。うん、じゃあこのライズのトーナメントに参戦したことにおいて、やったことは全て無駄じゃなかったっていうのは、うん、すごい思いますね。うん、全て挑戦のしがいがあったわけですね。だから本当だね、まあ、挑戦してよかったなって本当に 今も思いますね。でも残り時間もわずかっていう感じですけども、この時点ではどうだったんですか。いやだから相手が下がってたから、どっちかにつけなきゃいけないってなったら、自分につけるんじゃないかなっていうのを思ってましたよね。ちょっとやっぱり下がりすぎかなっていうのはあります、改めて試合映像見てもね。そうですね、はい。ルーキーとあれ、あね、カッポしてもリング上カッポしてますけども、対照的に白野選手はずっとセコンドと喋ってますけど、この時どんなこと喋ってたんですか。いやもう確認って感じですかね。その、どうだったみたいな、そのセコンドは皆さんなんて言ってくれました。いや勝ったって言って。勝った勝った。安心しました。まあでもまだ安心できない。そうですね。セコンドがねジャッジをつけるわけじゃないですからね。ルーキーともね、最初からも手を挙げてましたね。だからこれもやっぱりジャッジが割れたじゃないですか。はい、はい、これはやっぱりドキッとしました。いや本当に結構怖かったですね、はい、発表されるまで全然自分にも分からないわけだから、うん、今まででも一番心臓に悪いジャッジを待つ瞬間だったでしたね、本当に。こういう時やっぱり神にも祈る心境ですか。もう自分の中でずっとなんかもう勝った勝ったって言い続けてましたよね。言い聞かせていた感じですか。うん、そうですね。でやっぱりこの一勝ってのは大きかったんじゃないですか。大きかったし、もう負けたら本当トーナメントだったので、本当に終わりじゃないですか。ね、この時の安堵感といったらなかった感じですか。ほっとした気持ちは。ほっとしたのもありますし、もうすぐ決勝じゃないですか。はい、タイナスカート。またスタートだなっていうのがありましたし。でもこれだけの激闘を繰り広げた直後ですから、もう2日か3日ぐらいは休もうとかそういうことを考えなかったですか。まあ、なかったですよ、ね。なかった。はい。すぐ次に向いてた。もう向かなきゃダメだなって。そこはプロですね。じゃあもう結構あれですね、この時もバンザイバンザイって感じじゃなくて、もう
決勝のことをずっと考えてた感じですか。だからそうですね、だからこれ終わってすぐ自分天心君の試合も見てたので、はい、まあ、それぐらいもう本当トーナメントってそういうことだと思ったので、うん、気持ち切り替えなきゃやっていけないなって。でも本当に試練の一戦でしたけど、本当にやった意義のある準決勝でしたね。本当そうですね、まあ、挑戦して本当に自分自身本当良かったなって思いますね。以上、志郎選手の対ルッキット戦をお届けいたしました。いやー、すごい激闘でしたけども、改めてルンキット戦振り返ってみていかがですか。まあそうですね、本当に、まあ、現役チャンピオンで階級上で、うん、本当にこのライズだからこそ戦えたってなりますし、はい、まあ、自分自身だからその、まあ、タイで戦えないぐらい、まあ、相手の方が知名度ありますし、はい、まあ、タイで戦ったら、まあ、まあ勝つのは厳しかったんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、それも分かってたことですし、はい、まあ、本当にだからこの勝ちというのは周りのサポート、協力とか本当その作戦とか、うん、そういうのを含めて自分作戦勝ちだなというのを思いましたね。改めてこれルンキット戦の最大の勝因というのはどんなふうに捉えてますか。だからそのタイ行ってた経験とかもあって、その、はい、タイ人の得意な距離とかルールとか、うん、苦手なことを、はい、自分の場合多分普通の日本人の選手より理解してるってなりましたし、何十倍も理解してると思う、はい、そこはね。でそれにプラス、まあ、自分の得意、まあ、ライズルールで自分がどう戦えばいいっていうのも理解したので、うん、まあ、そういう点も含めて自分の方が勝ってたなとか思いますね。なるほど。でね、あのライズルールとはいえもう現役のラジャダムナのチャンピオンを破りましたけども、今後はどんな強豪タイ人と戦っていきたいという気持ちはありますか。やっぱりやるんだったらその現役チャンピオンとか、うん、そういう、うん、その現役生活の中でその自分が勝ってその自分の価値を上げたいですね、はい、価値上がる選手やりたいから、まあ、はい、それで強い選手だったら自分は誰とでもやりたいので、うん、近い将来またタイで試合するって可能性も出てきたんじゃないですか。そうですね、まあ、本当にだその時にどう自分の価値がどれぐらい上がってるかっていうのも楽しみでありますよね、うん、はい。まあ、今ちょっとね、あの日本では試合ができない状況ですけども、はい、この今のコロナ禍が明けたらどんな爆発の仕方したいですか。だからそうですね、だから本当にこの状況でもできることっていうのはあると思いますし、はい、うん、でやっぱり自分的にこの自粛期間とかで選手同士の差が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。この自粛期間だからこそ差が出てくる、はい、だからここでじゃあ例えば普通にランニングだけとか、うん、じゃあ何もしないって選手が多いと思うんですよ、うん、じゃなくてじゃあ例えば家で行ける多分自分とか相手の研究とか、うん、フィジカルトレーニングとかそれできることを普段できないことも含めてやると。そうですね、やった人が上行けると思うんですよね。ああ、いい話でしたね。鷲尾選手ね、もう今回番外編ということも含めて4試合振り返ってみた、はい、振り返りましたけど本当にありがとうございました。ありがとうございました。キックボクサー志郎ムエタイ三番勝負番外編いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。คือชิโร่เขายอมมันทุกอย่างแล้วคือมีแต่กรรมการเนี่ยคือไม่ยุติธรรมกับคนไทยไงก็ฟังได้ผลมาก็ไม่น่าประทับใจครับแล้วก็น่าเสียใจครับคือแต่ว่าชนะแล้วก็ให้ไปครับคือเหมือนเดิมミドルもそんな、いいな。
食らってた時、あれこのミドルだったらいけるなって、前にいけるなと思ったんですけど、3ラウンド目で彼結構疲れてたんで、まあ、延長は自分にいけるんじゃないかなって自信が結構ありました。攻めなきゃいけないって思いました。セコンドからもう人生かけるって言われて、タイ人ってすごいプライド高いじゃないですか、うん、だからもう日本での負け、日本での勝ちなんで興味ないんだよって言われそうな気もしますよね。